皆さん、こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。ルーンファクトリー8の動画です。確か前回は、ランチョンに入る前にセーブして終わったんやな。そうです。初ダンジョンですね。スモールシールド、盾が手に入りました。お守りも装備や。RPG っぽくなってきましたね。装備品を整えて強くなれるところがそれっぽいよな。強い装備品を集めるのも醍醐味や。よくわからんかったで。そのうち慣れるでしょ。アクション性が高いな。シュッシュ。なるほど。こんな感じで、敵の攻撃に合わせたら避けれるんか。ただの連打ゲーじゃないってことですね。採取しながら敵倒して奥へ進む。結構忙しいな。時間の概念もありますから、もたもたしていたら日が暮れますよ。初めての鉄入手や。火事で武器とか作れそうですね。何気に右上のミニマップが優秀やな。迷わず進めますね。ダメージを食らうことで防御スキルが上がるようです。防御スキルか。上がればダメージ軽減できそうやな。ってことはある程度ダメージを食らうことも必要なんかな。他にもレベルアップする方法があるかもしれませんが。モンスターを倒して素材が手に入ったで。ってことは素材集めも重要要素ってことやな。特定の敵からしか入手できない素材もありそうですね。よっ
が邪魔で先に進めなさそうやな。ストーリーを進めたらいけそうですね。ひとまずは行ける道へ戻りましょう。ないよりマシですね。今は剣を装備していますが、ロッドも入手できているようです。魔法が使えるってことか。覚えれたら使えそうですね。さすがに振り回すためではないでしょうし。ちょっと硬いな。反撃されなさそうやけど、ひるまない敵が出てきたらそうでもないかもですね。あと虫の敵が魔法を使ってきていましたし、弓を持った敵もいましたから、遠距離攻撃をされると被弾しそうです。早速魔法来たで。魔法というよりアビリティ、スキルっぽいですね。アビリティを使う機会がないな。この奥はボスかな。ボスっぽいな。ちゃんとボス前にセーブポイントがあるあたり、優しいですね。いやいや、今までも散々モンスター出てましたやん。突進しかしてこなさそうですね。だとしたら楽勝や。さすがにそんなワンパターンではないか。
これこそ、人が襲われたら大変。乗せてくれるの？鳴き声やんな。乗れるようになってるし。てか、そこまでリクバースは遠くないよな。空を飛んでいくほどではないかと。キュービの正体はママでした。なあ、大丈夫だ。うむ、そうか。かなり剣で切りつけていたけれど、傷は大したことがないと。おお、よく連れ帰ってくれた。本当にありがとう。受け取ってくれ。剣でバシバシ切りつけたなんて言えたもんじゃない。と、今日はここまでにしておきましょう。また次回も見てな。見てくれて、大きにやで。